はい、どうもこんにちは、 J リーグにわかサポーターの良平です。今サッカー界は日本対ドイツ代表の試合で大盛り上がりですが、このチャンネルではもうね、一貫して J リーグの話題をお届けしたいと思います。はい、ということで今回は J2 リーグ第34節行われました。今回の動画でも注目ゲーム4試合をしっかりと深掘るし、全カードの結果とそれを踏まえての順位表まで確認していこうと思います。この動画を見ていただければ J2 の最新順位をはじめとしたリーグの情勢、より J2 リーグを楽しめる内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。まずは清水対山形のゲームから。結果は3対0でホームの清水が勝利しました。清水は自動昇格に向けてこれ以上は落とすことができない大事な一戦、山形もプレーオフ進出には是が非でも白星が欲しい一戦でしたが、ホームで清水が強さを見せた試合となりました。清水はここまで大車輪の働きを見せていたカルリーニョス選手が出場停止、代わりに中山選手が左サイドに入り、岸本選手が右サイドで先発、そしてついに累積警告の出場停止から乾選手が戻ってきました。いや、やはり乾選手の復帰は大きいですね。対する山形は前節から2人スタメンを変更、センターバックの主軸として活躍していた野田選手がベンチスタートとなっていました。試合はボールを持って主導権を握るチーム同士、どちらがボールポゼッションを高められるかも一つのポイントだったと思いますが、ホームの清水が立ち上がりから押し気味に進めていたと思います。特に清水は乾選手がやはり別格で、乾選手がいることで攻撃のアクセントができ、攻撃にリズムが生まれます。乾選手が攻撃の組み立てに関与することでボールがよく動き、いい流れができると、前半15分にサンタナ選手のゴールで幸先よく先制。前半30分には乾選手が高い位置でボールを奪い、岸本選手のゴールをアシスト。さらに前半終了間際に高橋選手のゴールも決まり、前半だけで3対0。清水としては前半のうちに追加点を奪えたことが非常に大きかったですね。後半に入って山形も伊坂選手を中心に清水ゴールに迫るシーンも増えますが、清水は分厚い守備ブロックを作りゴールを割らせず、反対にカウンターから決定機を何度か作るなど、守備を固めながらも攻めの姿勢は崩さない王国清水らしい攻撃的なサッカーを貫いていました。特に2点リード3点リードになってもあからさまに時間稼ぎをしないのがいいですね。ゴールキーパー権田選手までボールがいって、2点リードとかねあると相手フォワードがボールを奪いに来るまでペナルティーエリア内から動こうとしないチームって、個人的に結構ねあると思うんですが、まあ、それを否定するつもりもないんですが、清水はそういうことを全くせず、権田選手も素早くリスタートしていた印象なので、いやすごく見てる側としては楽しかったですね。また乾選手は攻撃はもちろん守備意識も高く、ボールを失ってからのファーストディフェンダーになったり、相手のリスタートの時にしっかりと前に立って自チームの守備の戻る時間を稼ぐなど、チームプレーに徹していたところも素晴らしかったと思います。難敵山形を3得点で退け、貴重な勝ち点3を獲得、さらには12戦負けなしと終盤戦に来て清水が調子を上げてきました。やはり乾選手がいる清水は強いなと感じましたし、今後も勝ち点を積み重ねていきそうですね。続いては岩手対大宮のゲーム。結果は3対2でホームの岩田が勝利しました。
後半アディショナルタイムラストワンプレーで逆転弾をもぎ取るという非常に劇的な展開で磐田が勝利しました。この試合は自動昇格を争う清水、ヴェルディが共に勝利していたため、磐田としては絶対に勝たないといけない試合でした。苦しみながらも勝ち点3をものにしましたね。試合は立ち上がりから5バックと守備から入る大宮のブロックに苦しみ、攻めあぐねる場面が多く見られたと思います。大宮も残留争いを戦うクラブということで、非常にシビアに勝ち点を取りに行く格好で、まあ岩田としても簡単な相手ではなかったですね。守備に入る相手に先制を許し、その後も常にビハインドの展開という非常に苦しい展開。しかし終盤の勝負どころで岩田の強さが発揮されました。1対2で迎えた後半32分に途中出場の藤川選手が同点ゴール。さらに後半アディショナルタイムのラストプレー、コーナーキックのこぼれ球をグラッサ選手が素早く反応し、劇的な逆転ゴール。絶対に勝たなければならないゲームで劇的な逆転勝利を収めました。磐田の勝利への執念、そして終盤の劇的ゴールと勝負強さが見られたゲームだったかなと思います。守備から入る残留を争っているクラブに対して常にビハインドを追う、まあ、考えうる最悪の展開だったにもかかわらず最後には逆転してしまう、磐田の強さをまざまざと見せつけられた試合でした。この試合は劇的ゴールのグラッサ選手ももちろん素晴らしかったですが、個人的にはその前の大宮の決定機を防いだゴールキーパー三浦選手のプレーが、いや本当に素晴らしかったですね。大宮の国本選手が抜け出し、ゴールキーパーと1対1の決定機を作られてしまいますが、わずかな隙を見逃さずに1歩2歩三浦選手が寄せてシュートを防ぎ、最大のピンチを脱しました。あれを防げてなければ全く逆の結果になっていてもおかしくなかったので、ゴールキーパー三浦選手のプレーはチームを救ったファインプレーだったと思います。今季はシーズンを通してハイパフォーマンスを見せてくれており、本当に頼もしいゴールキーパーですね。対する大宮は先ほど紹介したように2対2の場面で勝ち越しできるチャンスもありました。非常に惜しい2位磐田相手にいいゲームができていたと思います。しかし2失点目など磐田のミッドフィルダー藤川選手の寄せが甘くなったり、選手交代が後手に回ってしまうなど課題も見られる試合だったかなと思います。残り試合は8試合、本当にもう勝つしかなくなったと思います。奇跡の残留へ、苦しい戦いが続きそうです。続いては千葉対秋田のゲーム。結果は2対1でホームの千葉が勝利しました。いや千葉は本当に強いですね。この勝利で4連勝、昇格プレーオフ進出へ貴重な1勝を手にしました。最近の千葉の試合はただ勝利するだけでなく圧倒して勝つ試合が多いですね。内容結果とも伴った勝利が多い印象です。この試合も立ち上がりから秋田の前からのプレスを剥がし、ファーストディフェンダーをうまく外してボールを前進、千葉のボランチ田口選手三木選手のコンビがやはりうまくて、秋田は徐々に前からのプレスに行かなくなりましたね。秋田が守備ブロックを敷くようになり千葉のボール保持時間が増加、前半から支配率 70% を超える数値を叩き出し、千葉が押し気味に試合を進めていたと思います。前半3分にドゥドゥ選手のゴールで先制、一度は追いつかれますが後半12分にオウンゴールで勝ち越しに成功、
終盤は秋田が千葉ゴールに迫り危ない場面もありましたが、守備陣が最後まで集中を切らさずリードを最後まで守りきり試合終了。改めて千葉の完成度の高さを見せてくれた試合となりました。本当に今の千葉は強いと思います。最近ではフォワード小森選手は降りてきて受けるプレーも上手くなってきていますし、先制点はその小森選手が起点となってのゴール、そして小森選手が降りてきたスペースに新加入のルトゥー選手が入っていくなど、攻撃の連携も非常に良いなと感じます。この日は千葉がボールを長く保持していたのであまり見られなかったですが、千葉は相手に対しての前からのプレスが整備されていて、そこもジェフの強さの要素だと思います。千葉は今シーズン初の4連勝、そしてホームではなんと6連勝を記録。今季こそ名門千葉が J1 の舞台に返り咲くかもしれません。これからの千葉は J2 民の皆様注目ですね。続いては長崎対群馬のゲーム。結果は2対1でホームの長崎が勝利しました。プレーオフを争う上位クラブ同士の対決、6ポイントマッチともいえる重要な一戦を長崎が勝利しました。試合は序盤から長崎ペースで進んでいたと思います。前半から長崎の前からのプレスがはまり、群馬は得意のビルドアップを封じられる格好になりました。特に群馬のボランチの位置に厳しくプレッシャーをかけられ、群馬はなかなかボールを前進することができませんでした。前半から長崎が非常にいい守備からショートカウンターで群馬ゴールに迫っていましたね。しかし押し気味に進めた前半を長崎は得点できずに終えると、後半立ち上がりにセットプレーから失点。長崎は自分たちのペースで進めながらビハインドという苦しい展開になってしまいました。長崎としたら非常に嫌な流れですよね。自分たちのペースで進めながら逆に失点を許してしまうというのは精神的にかなりきつかったと思います。にゃかサポーター目線で言うと、だからあの時ちゃんと決めておかないから、まあ、と言って負けてしまうパターンの試合だったと思います。しかしこの日の長崎は強かった。失点後も長崎が押し気味に試合を展開、後半19分にファンマ選手の同点ゴールで追いつき、さらに後半36分には途中出場ジョップ選手が見事なバイシクルシュートを叩き込み逆転。長崎としては想定外の流れだったとは思いますが、その逆境を跳ね返しての逆転勝利、これは非常に価値のある勝利だと思います。僕が応援しているクラブはこんな展開だったら絶対負けてるなと思って見ていました。長崎はチーム全員がハードワークし、奪ってからどんどん前線に選手が飛び出し相手ゴールに迫る。フォワードファンマ選手も絶好調ですし、長崎非常にいいチームだなと感じました。逆に群馬はプレーオフを争うライバル相手に痛い黒星。ここまで11戦負けなしを継続していましたが、ついに無敗記録がストップしてしまいました。群馬は今後天候不順の影響で未消化の2試合を含む過密日程が待っています。長崎に敗れはしましたが、未消化分をしっかりと勝ち点を詰めればまだ可能性は十分にあります。プレーオフ争いはまだまだ目が離せませんね。最後に他会場の結果と順位表です。水戸対金沢は3対0で水戸が勝利。水戸は完全に残留争いから脱出、金沢は前節の敗戦といいちょっと心配な負けですね。ヴェルディ対山口はヴェルディが勝利。
ヴェルディも自動昇格争いに踏みとどまる貴重な1勝を挙げています。町田対栃木は0対1で栃木が勝利。栃木はこれで5戦負けなし。夏の補強以降栃木が強いですね。町田は代表招集などの影響で藤尾選手やデューク選手の不在が痛かったですかね。甲府対大分は3対2で甲府が勝利。大分との上位対決の重要なゲームをものにしました。岡山対仙台は1対0で岡山が勝利。終盤の劇的なゴールで岡山が勝利し、さらに勢いがつきそうですね。岡山は4連勝となりました。熊本対藤枝は0対2で藤枝が勝利。藤枝は連敗を4でストップ。熊本はこれで12戦ですかね、未勝利が続いて苦しい状況が続きます。徳島対いわきは2対0で徳島が勝利しました。順位表です。首位町田が敗れ、2位岩田、3位清水、4位ヴェルディが勝利し、差が詰まってきました。しかし町田は1試合未消化に加え勝ち点6差、まだセーフティーリードといったところでしょうか。プレーオフ争いでは長崎、岡山、甲府、千葉がそれぞれ勝利。岡山、千葉の勢いが特にすごいですね。熾烈なプレーオフ争いが続きそうです。続いてボトムハーフ、栃木、水戸、徳島が好調を維持。勝ち点を40点台に乗せ、残留はほぼ確定と見ていいでしょうか。今節は18以下のクラブが揃って敗戦、順位に大きな変動はありませんでした。残留争いも熾烈を極めますが、徐々に対象のチームが絞られてきましたかね。残り8節でどんなドラマが待っているんでしょうか。目が離せない展開が続きそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは J2 リーグの話題を中心に取り上げさせていただいています。 J2 リーグをより魅力あるものに、そしてより楽しめるようなコンテンツを配信したいと思っています。ご興味ある方はチャンネル登録、そしていいねボタンも押していただけると励みになります。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。